はい皆さん、こんにちは。ヒロシの G ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、Yahoo! ニュースを見ていたらですね、えー、これですね、ジム・ロジャーズ、安倍首相と黒田日銀総裁の愚策で、えー、日本破滅、えー、週刊朝日の記事でございますね。はい、ちょっと週刊朝日というのが気になるんですが、えーまあ、ジム・ロジャーズさんはですね、えー、これですね、えー、世界三大投資家の一人とされるジム・ロジャーズ氏の本誌連載、世界三大投資家、ジム・ロジャーズがズバリ予言。えー、2020年お金と世界 広告、えー、今回は新型コロナウイルスによる経済危機へ日本が取るべき政策についてっていうね、えー、連載なんですけど、えー、このジム・ロジャーズさんね確かにあの投資家としてはね <laughs> あの結構 あの有名な方なんですけどあの逆張り心で言ってですねこの方が言うことはですね大体逆になるって結構有名な方なんですよね。あのもう日本はあのなこれから日本の経済は崩壊するっつったら日本のあれが逆に伸びたりとかですねもうあの例えばアメリカドルはもうダメだめだド,ドルは素晴らしいぞどんどんいけいけっつったらドルが下がったりとかですね結構ですね逆になることが多いんですね。はいまずですねこのニュース本文ねとりあえず全部読んでその後にですね広島にの,ねあの見解を述べさせていただければと思います。 よろししくお願いいまますす読んでいきますね、はい、新型コロナウイルスの感染が世界中で広がり急速な景気後退の局面に入った、えー、その中で日本は今何をすべきか、えー、まずはもっと多くの人が PCR 検査を受けられるようにすべきだ、えー、日本では空港に行けば体温をチェックして必要な人は PCR 検査を受けることができるようになっている、えー、それはウイルスを抑え込む上でとても良いことだ 政府はできるだけのことをしようとしているはずだだが時には人々を放っておくことも必要だろうもちろん経済が停滞したことで資金繰りに行き詰まった人には問題を乗り越えるために資金面の手伝いをすべきだしかし何をすべきかを人に押し付ける必要はない政府より一般の人々の方が何をすべきか分かっているからだ政府は情報を与え何が起きているかを伝えることはできるが 嘘をついていてるかもしれな,いあなるほど例えばシンガポールでは病気を発症しない限りマスクをつけるべきではないと言っているえなぜこんなことを言うのか、えー、それはシンガポール国内でマスクが足りないからに他ならない、えー、マスク不足でパニックが起きることを防ぐためにマスクは必要ないと言っている、えー、どんな政府でも必ず嘘をつく だから政府は一般の人々の生活には極力関与すべきではない。なるほどね。はい。え日本の長期的な危機は2021年、あるいは22年になるだろうえ。日本銀行の黒田春彦総裁は恐るべき規模で金融緩和を行い、えさらに国債や上場投資信託、ETF を大量に買い入れている。なるほど。はい。黒田総裁はクレイジーだ。え新型コロナの影響で、 株価が急,急落したことで、買いれ額をさらに増やした。事態はますます悪化している。うーんなるほど、えー。日本はただひたすら金を燃やし続けているようなものだ、えー。このままでは米ドルのみならず、いずれ韓国のウォンに対しても円の価値を下げることになるだろう。お急にウォンが出てきましたよ。なんでだろうね、はいえ。安倍首相と黒田総裁は日本を破滅に導いている。今すぐ辞任すべきである。 だが、長期的には悪くても、短期的には株価が上がるので、一部の人々は喜んでいるのが事実だ。そこに日本人は気づかなければならない。なるほどはい、難しいのは国家にとって本当に必要なことをしようとする政治家は、選挙で当選できないということだ。今、日本に必要なのは支出を抑えることだ。 チェーンソーで木の枝を切り捨てるように残酷なやり方で無駄なものを削っていかなければならないまあそれは賛成ですね、えー、そして国境を開き経済を解放し外国の物資を入れなければならない、えー、物が安くなることは日本にとって良いことだ、えー、東京で50ドルするメロンでもシンガポールでは3ドルで買える、えー、国境を開けば日本人は好きなだけメロンが食べられるようになる、えー、日本は出生率が世界で最も低い国の一つである このまま少子化す進めば21世紀の終わりを待たずして人口が半分になるのは明らかだ。人口を維持するには女性1人当たりで2.1人の子供を産まなければならないとされている。現実的にはそれは難しい。そうなると足りない労働力を補うには移民を受け入れるしかない。しかし、こういった政策で選挙に出る政治がいても人気は出ない。当選することも難しいのは現実だ。 えー、やらなければならないことは分かっているが、えー、実行に移されることはない、それが日本の危機であるということなんですけどね。えーまあ、とりあえず、ね、ですね、逆張り心、えー、ジム・ロジャーズさんが言った、ね、ことは大体反対になるということでですね、まあ、日本は破滅すると言ってるますので、まあ、ちょっとあの少しこれは安心していいのかどうかなんですけども、ねあまあ、ジムさんが言うんだったら、まあ、日本は安泰かなみたいなね <laughs>、えー、ちょっと楽観的な感じで思っちゃうヒロシがおります。<laughs> はい、ねあのー、ジム・ロジャーズさんね、結構韓国寄りの人なんですよね。えー、結構有名で 本をいろいろ買ってるというね、ヒロシはジム・ロジャースさんの本とか全然読んだことないですし、まあ、すごい投資家っていうことは分かってるんですね。この人ね、蝶ネクタイしてるんですよ。蝶ネクタイしてる人ってめちゃくちゃ怪しく見えませんかだからこのおじいちゃん怪しいなってね、第一印象はそんな感じでしたね。うん だから結構韓国色の人なんで、ジム・ロジャーズじゃなくて、キム・ロジャーズって言われてるんですよ、この人。うん。まあ、だからね、だからさっきもね、なんか日本批判するのはいいんだけどね、えー、なぜかウォンが出てきましたよね。どこら辺だったっけね、なんかウォンにもなんか影響が来るぞ、この野郎っつってね。 書いてあるよねあったあったこれ、米ドルのみならず、いずれ韓国のウォンに対しても円の価値を下げることになるだろうとね、えー、書いてありましたね。<laughs> なんか急にウォン出てきたなって、ちょっとね、今思いましたね。はい。まああの、ちょっと韓国とね、通貨スワップを結んでくれないと、わしの金がどんどん消えてくみたいなね、もう今ちょっとそんな感じで叫んでるのかもしれませんね。はい。まあちょっとあの、まあ、ジムさんはですね、ウォン全力買いで、えー、お願いいたしますね。あの、多分ですね、いっぱいウォン買って逃げ遅れたままでですね、ちょっとあの、今、イライラしてるんだと思って 思いますね、はい。<laughs> まあ、あのちょっと 一応ですね、ヒロシも結構日本政府の今のやり方はね、いろいろ批判はしてるんですけども、まあ、ちょっとこの記事はちょっと少しちょっとがあのジム・ロジャーズさんのちょっと願望寄りというか、あのちょっとね、かなりあの広シの放送ばりにいろいろ妄想も入ってるかなーって、えー、ちょっと思っちゃったりするんだけど、あなんかやばい、炎上しそうな予感がする。<laughs> なんか広ロ結構さ、あのニュースこういうのでいらないこと言っちゃって、毎回コメントで炎上するんだよね。<laughs> あの政治と経済の話をすると、大体炎上するんだよ。やばいね。ヒロシが見る限りですね、まあ、ちょっと 皆さんですねあのちょっと損切りできなくてちょっと今イライラしてるんじゃないかなって、えー、この記事を読んだ限りではそう思ったんですけどね、えー、皆さんどう思いますでしょうかはいねあの常にね日本を心配してくれてる、えー、ジム・ロジャーズ大先生のですねありがたいお言葉の記事でしたねなるほどねっていう感じですね、えー、まあ、でもこの人実を言うとですね広ロ結構ね追ってるんですよ 前もジムさんのニュースやったんですけど、この人、毎回同じこと言ってるんですよ。ね、もう日本はだめだ、もう潰れる、もうあそこはだめだ、あそこはだめだ、ね、あそこダメここもダメって、ね、意外に一貫してるんですよ。同じことずっと言ってるの、ね。だからあの、この人見かけるとです、ね、でああ、まだまだ日本は大丈夫なんだなってね、ちょっと思っちゃいますよね。なんかあの、日本が、この、ね、ジム・ロジャーズおじいちゃんがですね、日本が危ないって言うとですね、なんかもうすごい安心感があります。はい ね、なんだろうなあのこの人が言ってることってねなんか結構この世界のね今の現実の話じゃなくてなんかちょっとどっか異世界の話って感じがするんだよね、うん、なんかちょっと陰謀論じゃないけどね結構大げさに言ってる感じがするよねまあそれがジム・ロジャーズさんのスタイルなのかもしれないけどねうんまああのー、ね まあただ、ジムさん多分まだいっぱいウォン持ってると思うんでね、いろいろとね、今、損切りできなくて、イライラしちゃってるのかなーっていうね、感じはしますね。はいまあとりあえず、ですねあのジム・ロジャースさんのねちょっとあの顔写真、あの一応サムネに貼ってるんで、見てください、あの蝶ネクタイがですね非常に怪しくてですね、あのだってちょ皆さん、蝶ネクタイしてると怪しくないですか。ね え今時蝶ネクタイですかみたいなねあの、そんな感じするんですよ。なかなかいいおじいちゃんです。毎回同じこと言ってますんで、ぜひですね、ジム・ロジャーズとかで、ね、検索してですね、毎回ね、大変だ、破滅するって言ってますんでね、あの大変いいおじいちゃんです。まあ、あの今回のコロナ騒ぎ、本当大変なことになっております。だから、本当にね、あのまあ、皮肉というか、願いというかね、ねこのおじいちゃんがね、言ったことが逆になるということはですね、まあ素晴らしいことですので、 ね、本当に逆になってほしいなって、え広ロは心の底からそう思いますね。はもう日本が破滅だっていうことは、ですねもうコロナ騒ぎももうすぐ収束して、日本経済もみんなの生活もどんどん安定に向かっていくっていうね風に取れたらいいですよね。はいということでね、まあ、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございます。ねあのー、本当に今ね、ねコロナ騒ぎ大変です。広瀬もちょっと今仕事のシフト減らされちゃって、ちょっと手取りも少なくなっちゃって、やることなくて放送ばっかりしてるんですけど、ね、あのー、まあ みんなでね、力を合わせて、まあ、ただ単にパニックになって絶望するんじゃなくてですね、みんなでこうやって力を合わせてですね、楽しくなんか立ち向かってね、あの今の危機を乗り越えていけたらなと思っております。はい。まあ、ヒロシができることはね、こうやってつまんない放送をちまちまやる程度なんですけど、まあ、あの皆さん家にいて暇な人はですね、あの聞いていただいてて、聞いていただけると幸いです。ありがとうございます。ということでね、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございます。あのチャンネル登録とかね、していただけると、あの、えー、ちょっとこういうのをやってる あのこういう放送やっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。あとコメントとかもね、大歓迎ですから、どんどん書いてください。あの、ヒロコメントを盛り上がるの大好きです。あの、本当とヒしあの、お前、全然、検討外れのこと言ってるぞとかね、結構批判とかでも全く構わないんで、あの、どんどん書いてください。はい、ということで今日はこのぐらいにしておきます。皆さん、コロナに負けず頑張りましょう。では、失礼いたします。